もう松井和夫で行くって決めたで、坂本隼人。Thank you.
打球自体はいい当たりでしたから、インサイドの打線の流れをそろそろ止めておきたいところ。いい当たり、伸びる伸びて、ライオンズ最後の攻撃に期待したいですね。期待しましょう。バッターは今日金子、まずは先頭バッターを打ち取って2アウトに掴んで、試合終了。西武ライオンズが僅差で勝利を収めました。